はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでキッズさんからご依頼です。はい、スターウォーズのね、マンダロリアンシーズン2を、合計3つですね。でいいかな。はい、じゃあ1個1個ね、開けてきます。で、あともう残りが、5箱ぐらいです。はい、ホームページも先ほど在庫反映させましたが、まあ、それがなくなり次第も終了かなというところです。で、カードをね、ベースカードを寄付ということで、パラレルとインサート、ね、あとヒットのところを送付します。で、箱もね、寄付ということで、こちらで箱は処分します。よいしょ。あ、サインだ。はい。サインです。はい、ね、KT さんだっけ、ね、ちょいちょい見ますね、うん、初めてのサインなんですけどね、ま、この先こうねマスター箱とかで、うん、ちょっとどうかなって思うね、あんまりいっぱいはね、まあ基本的にワンヒットね、出た後はなかなかやっぱりケースで、うん、1枚もしくは2枚ぐらいあるレリックとか そのくらいですからね。あ、パラレルだ。はい、レギュラーでパラレル、これが50シリですね。うん、映ってますね、ちゃんとお二人。はい、はい、で2箱目です。まあ、スケッチも大体3ぐらいは出るっていう話ですよね。だから、まあ、4箱1ぐらいなイメージか。で、ダイカットもスケッチあるから、まあ、4出る、ね、ケース開けて4出るのもあるという感じらしいですよね。はい、じゃあ2箱目です。ん、色ついてる。あ、スケッチだ。はい、お、結構塗ってる。キャラが何だろう。あ、トカゲ女の子なんだっけ。はい、トカゲレディーなんだっけ。はい、なかなかね、この被写体描く方少ないんじゃないですか、うん、初めて見ました。はい、スケッチ来ましたね。初めて見ましたよ、トカゲスケッチ。サインのワンオーバーがお客さんに貼ってたのが驚きました。で、今日ね、こちら3ボックス開封した分は今日発送の明日着でお願いします。レギュラーだね。あ、これだよね、パッセンジャー搭乗員のね、うん、なんか旅客機の時乗るシーンがあったのかな。その時にいたお客さんね。は
はい、3つ目です。これも箱いいんですけどね。まあちょっとこう置いといてどうぞってやるのも今ね、あの不法投棄みたいになっちゃうからできないですよね。なのでよいしょ、はい、試験回収の時に出すしかないかな。あ、違うか。あ、サインだ。あれ金かな、わかんないけど、ちょっと色違うね。はい。あ、50シリだ。まあ、いっぱいいるよね、多分ね、50じゃね。パイセン。はい。パイセンのサインですね。7の50。先にギルド入ってたんだけど、なんか、なんか頭だけ青いよ、みたいな。ちょっとね、頭だけ作ってもらったっす、みたいな。ね、そんな感じですよね。はい。まあでもね、うん、マンダロリアン系だったら全然ありなんじゃないですか。ね、このギルドの。ちょっと指示待ちはね、ちょっとあれですけどね。まあ一応ね、出演されてることはすごい、すごいんですけど。店長も被りたいんですけど。ね、うん。はい。とりあえずね、サイン、スケッチ、50シリのサインっていう感じです。で、残り見ますね。マンドウだけね、どん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 装備が良くなって、ん？あ、パラレルだ。コンセプトアートのパラレルだ多分。お、25シリですね。はい。タノちゃんと、タノちゃんこんなシーンあったんだ。畳のところで。はい。キャラクターですね。はい、ということで終わりました。まあヒットのところはこちらのね、はい、1箱目、2箱目、3箱目となりました。はい、じゃあ、3回ポーカーね。よいしょ。右がお客様ですね。3回押します。1、2、3。あー、フラッシュ欲しいですけど、3の1ペアですね。はい。1、2、3。あ、キングの1ペアですね。はい。2箱目分。はい、1。ん？いけてない。ちょっと待って。はい、ワン、ツー、スリーのハンドですね。はい、で3箱目分。はい、ワン、ツー、スリーのハンドですね。はい、ということで、はい、じゃあこちらでね、パラレルのところとシリアルと、あとこちらね、お送りします。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。